はい、どうも、ゆけつまちです。けんさんです。はい。というわけで、はい、アンダーライブ、うん、終わったんですよ。うん、その千秋楽で発表がありまして、はい、ナインティースアンダーライブということで、うん、全国ツアー近畿四国シリーズの開催が決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、近畿四国ですよ。近畿四国、向こうの方か。そう。新潟だとさ、うん、まあ、俺だけかも、あんま行く機会、ないよね。遠いからね、まずね。そうだよね、うん。いい場所だと思うんですけど。そうね。というわけで、12月13日大阪、うん、14日が滋賀、うん、15日神戸、うん、で17日が徳島、うん、そして18日香川ということで。おお。いや、12月年末近づいて、うん、アンダーメンバーめちゃめちゃ忙しいけど。大忙しいですね。ちょっとね、あの、体調崩さないように頑張ってもらって。そうですね、うん、あの今僕もね絶賛喉を声からし中なんで ね、はい、気をつけていただいて、うん、はい、まあ19枚目ってことなんで、うん、キーちゃんとか、うんうん、あとはなかなかなさんとか、あとゆった、うん、あとはひめたんも多分いないのかなっていう気がするけど、うん、まあでもね、あの今回のアンダーライブキーちゃん途中からやっと復活して、うん、なんとかね最後を迎えられたということで、いやーお帰りって感じですよ。そうですね、無理しないでほしいんですけど。そうですね、まあなんかやっぱり精神的なものもいろいろあったんだろうなって気がしますけどね。うん、うん、またこれからですね。そうですね、元気に、うん、うん、まあでもアンダーライブ、アンダーメンバーもだってアンダーだけでライブするってすごいことだからね。すごいことだと思う、うん、それにアルバムも来年発売決まってるんで。そうですね、乃木坂はそこが強みだよね、うん、アンダーメンバーでも勝負できるっていう、そこすごいよね、その強さが、うん、うん、いや本当すごいと思う。はい、アンダーはめちゃめちゃいい曲多いんで、うん、ちょっと個人的にはね表題曲よりもめちゃめちゃ好きな曲多いんですよ、うんうん、というわけでね、アンダーライブ絶対楽しいから、ちょっといずれ新潟来てほしいよね。そうですね、うん、ちょっとね行きたいけどさすがにちょっと遠いんで。遠いよね、本当奇跡が起きたるぐらいのね。そうですね、はい、というわけで行かれる方はぜひ楽しんでもらって。そうですね、はい、というわけで終わります。終わります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄などから他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますのでそちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。